黒木さん、今回はアンケートご協力ありがとうございます。はい、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だというところで、はい、あのここでその集中できない理由で、本当に結果が出るのかわからない、うん、そうわからないです、はい、だからこれは一人で稼ぐとだから違うんですよ、うん、例えばじゃあそのサラリーマンで普通に今まで働いてきたら、例えばバイトもそうなんですけど、これだけ働いたら給料もらえるっていうところで、まあ、生きてくるわけじゃないですか。僕もそうでしたけど、まあ、高校生の時もバイトしてましたし、そのバイトして時間給、これに対して毎月給料もらえる、だから頑張れる、嫌な仕事も毎月給料払われるから頑張れる、これで僕たちはこう普通に生きていくとこれなんですけど、自分で稼ぐってそうじゃないですよ。だからじゃあもっと大きい視点、大きい話をすると、起業して、じゃあ会社を設立して、じゃあ会社を確実に上場させることができるのか、確実に本当に会社を上場させることができるのか、わかんないですよね。わかんなくないですか。いや、やっぱなんかその企業当時はよし、俺は上場させるんだと思って胸を張こう頑張ったけど、実際起業して会社を設立して売り上げ上がんなくて、ああやっぱダメだなみたいな、そう、わかんないです、それは。だから飲食店とかもそうなんですけど、その、まあ、3年以内にね、ほとんどのなんか何パーセントだったかな、かなりの確率で潰れてますから、お店も。だからわかんないですよ。だから一人で稼ぐっていうことはわかんないです。だけどそこにチャレンジしない限り今まで通りの生活なんですよ。だから結論、今まで通りの生活を送るか、今まで通りじゃない生活を送りたいのか、どっちかなんですよ。でこっちの道は不確定要素があるよと、うん、だけどやるやらないっていうだけなんですね。そう、例えばもうね、起業して絶対上場してどうのこうのっていうのは、逆にそれが分かってたら、なんか僕はですよ、なんかそのつまんないんじゃないかなと思います。だってもう未来が分かっちゃってるじゃないですか。だから逆につまんないんじゃないかなと思う。だからそこに面白みを、チャレンジしてアクティブに面白みを感じれるかっていうところが大事かなと思いますね。例えばその企業の話だと、よし俺は絶対ここで踏ん張ったるみたいな、絶対上場するんだみたいな、そう。なんか最近そのアメーバ TV、 今年ですかね、アメーバ TV でその会社は学校じゃねえっていうドラマがすごくバズったんですけど、僕も見てたんですけど超面白くて、そのまあ起業して最終的に上場するっていう過程のまあ絵なんですけど、もう本当にですね、勇気ももらったし、すごく面白かったですね。だから自分で稼ぐっていうのはそういうとこなんで、うん、その結果が出るからやるじゃなくて、結果を出すためにやるんですよね。うん、結果が見えるからやるはサラリーマンですよね。給料がもらえるから仕事するが普通の人ですよね。じゃなくて結果を出すためにやるんですよ。だからここのマインドシフトをしないと、自分で稼ぐっていうのは非常に難しいんじゃないかなと思いますね。どんなノウハウを勉強しても、どんなツールがあっても、自分で稼ぎ続けるですよ。自分で稼ぎ続けていくためには、ここのマインドチェンジシフトっていうのが必要かなと思いますね。でその上で今回のプレゼントのチョコさんの話はね、すごくいいと思いますんで、ぜひ聞いてみてください、はい、ちょっと音声のみなんですけども、チョコさんの話がすごくいいと思いますね、はい、ということでぜひ聞いてみてください、はい、ではアンケートご協力ありがとうございました。